どうも、サーティワン行ってきました。すいません、ちょっと遅れてちょっと途中でね、タイムオーバーというか、謝罪してたらどうやら延長できてなかったらしくて、でなんかね、ちょっとね、ここの店混んでて、でなんか釜玉うどん食べてきたんですよね。混んでたから、まあ、ちょっと中は配信できんから、電話されるから、でちょっと配信外で釜玉うどん食べてきて、で今デザートにサーティワン買ってきた。ポッピングシャワー、ダイナゴン小豆、なんかピカチュウのなんとかソーダ、ポケモンとコラボしてるやつ買ってきました。買ってきたぜ。あ、違う、延長できなかったんじゃないよ、あれだ、こう熱くなっちゃったんだ。そうだ、これ置いとかない。延長できなかったんじゃないよ、あれだったわ、間違った。太陽の熱で iPhone が熱で熱くなっちゃって、熱暴走で iPhone が強制終了だった今日暑いね、もう冬じゃないぐらい暑い、めっちゃ溶けてきた。いただきます。うまっ。今日暑いんだけど、しかもさ、俺ヒートテック着てるからなおさら暑い。うまっ。うまっ。茶色のやつはダイナゴン小豆。もう春やな。そろそろヒートテック着ない方がいいのかな。暑い。ポッピングシャワーって俺一番最初食った時美味しくなかったけど、慣れるとね、うまく感じる最初なんかうざかった、このなんかただ甘くてなんかパチパチするのがなんか口の中で痛えなみたいな、うざいなみたいな、このパチパチみたいな、慣れるとめっちゃ美味しいんだよね、これ。暑い、上下ヒートテック着てるから超暑い、やばい。ポッピングは海外で人気。あ、そうなのよ、マジか。暑いな、超暑い。釜玉うどん食ったらうまかった、てか太るわ。やっぱサーティワンうまいな。うん、うまっ。うまい。うまっ。超うまい。何がおすすめか、いや、なんだろう気分にもよるけどね、結構さっぱりしたのが好きなんだよ。でもこのさっぱりしたのが好きなら俺でもこのダイナゴン小豆が美味しいね。甘い系だけど、あとポッピングシャマーも美味しい。うん、うまっ。
ペロッと食っちゃうな。がペロッと食っちゃいました。ちょっとうん。完食。サーモンやることないぞ。いや久々にサーティワン食ったらマジでうまい。サーティワンマジで美味しいわ。サーティワンって一番最初そんな美味しく感じなかったんですよ。なんかサーティワンって結構 甘ったるいじゃん。結構さっぱりしたのが好きなんで、ちょっとなんか甘ったるいなって最初思ってて、でも慣れるとねめちゃくちゃ美味しい。サーティワンね5回食って5回目ぐらいからハマったわ。めちゃくちゃうまい。やっぱ慣れってあるよね。そう、車の査定もしないといけないんだけどね。